皆さんこんにちは、タートルフィッシュです。今回は、石が霊落ち抜きをして、神経締めをしてから、5枚おろしにしていきます。まずは、血抜きをしていきます。頭と尻尾に包丁を入れ、血を出しやすくします。頭と尻尾に包丁が入ったら、海水に入れておきます。血が抜けたら、針金で神経抜きをしていきます。魚が動いたら、しっかり神経抜きができている証です。石が霊は、体の表面に石がついているので、包丁で落とします。石が取れたら、5枚おろしにしていきます。締めたばっかなので下ろしにくいです。
5枚おろしの完成です。今回は刺身にするので、皮を引き、腹骨を取っていきます。皮が引けたら、塩水を作り、身を塩水に入れる、塩水処理をしていきます。塩水処理をすることで、血や余分な水分を取ることができます。5分ほど経ったら、塩水から揚げ、水気を取っていきます。今回はこんな感じに盛り付けました。値段ですが、石ガレイ1匹1500円でした。皆さんも真似してみてください。今回はこの辺で終了です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、メリークリスマス。